どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。ギャオが死ぬみたいやな。独占配信系でもギャオでは、1週間は最新話配信してます。ってのが結構多くて、オタクの間では使ってる人も多かったんじゃないかな。独占配信系の視聴環境が、より厳しいものになっていくのは、どうなんやろうな。ディズニープラスもガンガン独占してるし、最近だと DMM もサービス始めたし、配信サービス系の群雄割拠感が強まってるね。全部入っとるのさは、おるんやろうか。そんなわけで、今日のレビューはこちら、犬になったら、好きな人に拾われた、1話、お手、だよ。ものすごいタイトルの作品が来ましたね。もう、この作品のタイトルの時点で、この作品の内容は、大体わかると思うんだけどさ。なろう作品とはまた別ベクトルで、この体の作品は、タイトルで内容を指してますね。1話冒頭から、ものすごいローアングルなんだ。基本的に、この作品は、主観映像で作られてるんだ。主人公が犬だからやろ。うん、彼は普通の高校生だったんだけど、気づくと、なぜか犬になってたんだ。なんで？1話では、そのあたりは一切描かれないし、2話以降もしかしたら描かれるのかもしれないけど、この作品において、そこは重要じゃない。ほう。好きな人のペットになりたいっていう願望は、老若男女問わず人生で、2回くらいは、思ったことがあると思うんだ。そんな全人類の願望みたいに言わんでくださいよ。そんな 99% の人類が妄想した願望を、この作品は体現してる。逆に残り、1% の人はなんなん、犬嫌いなん？犬になってしまった主人公だからこその視点で描かれた数々、犬だからこそのローアングルな視点、犬相手だからこそ無防備に無警戒な女性の姿を楽しむ作品なんだ。もう1クール終わった後にレビューしたところで、レビューの内容は一切変わらなそうな感じやな。作画のクオリティも素晴らしいんだ。1話15分ほどの作品なんだけど、テンポよく描かれてて、肌の質感やちょっとした影、日刊とか女体賛美の作画の数々は制作側のフェチズムというこだわりを強く感じるものなんだ。そここだわってもらわなな、作画のクオリティがあってこそ、このシチュエーションが生かされるわ。1話ではお風呂にはいるんだけど、その際の脱衣シーンの下着の描写は、本当に細かく描かれてて、おそらく制作陣に下着マニアがいるのは確定だね。何を根拠に？犬になってしまった主人公を主人公とは知らずに、ヒロインが拾ってしまうんだ。彼女は、普段はクールな女の子なんだけど、大の犬好きなんだ。ほう。家族にさえ見せない表情、相手が犬だからこその態度が、ある種のギャップ萌えを生んでて、1話から、ヒロインの魅力をたっぷりと感じられるんだ。お、ええやん。セクシーシーンは規制されちゃってるんだけど、でも、規制されてる中でも、こだわりと感じる部分も多くて、決定的なところは見えないけど、その、見えそうで見えないラインの攻め方もうまいんだよね。めっちゃ褒めとる。あと、単純にそういう、シチュエーションを楽しむだけじゃなく、哲学的なニュアンスも感じるんだ。どういうことや。1話の序盤の段階で主人公は、犬になったことすら気づいてなくて、お風呂の中での鏡で、自分の姿を自覚するんだ。人間であるはずの自分が、犬になってしまう。だけど、犬になったからこそ好きな人とお風呂に入れてる。犬やなかったら相手にされえへんレベルなんか。人間の時には触れることはおろか話しかけることすらできてなかったんだ。憧れのあの人に犬だからこそ話しかけられ触れてもらえる。人間よりも犬でいた方がええかもしれへん。犬になったからこそ自分にだけ見せてくれる態度や表情がある。人間の時ならありえない状況、人としての尊厳、男としてのプライドはある。でも好きな人に愛され喜んでもらえるためならば、犬としてお座りしお手もしちゃう。まあ犬になったらそうしちゃうかもな。結果として、最大限に愛してくれる、笑顔で喜んでくれる、なら、犬でいいんじゃないかと。くさ、それが哲学ですか。好きな人に愛される、そのためならば、人である必要は、ないのではないのだろうか、みたいなテーマ性すら感じるんだ。それは、ちょっと深読みしすぎでは。まあ、2話以降もやってることは、大して変わらなそうだけど、2話以降になると、ヒロインも増えていくみたいだし、いろいろなヒロインを犬目線で見ることによる、セクシーなシーンを1クール堪能できるアニメになることを、期待したいね。ほなまた次回。